どうしたんだ一体。君みたいな真面目人間が無断で3日も欠勤するなんて、何かあったのか。全く申し訳ありません。家族の病気のためでした。それならそうとちゃんと連絡をすればいいじゃないか。ああ、今後十分気をつけてくれよ。ああ。